はようございます。今日は日本文学史4年生の必修科目 の最初の授業ですが、特別に、日本から、慶応義塾大学附属研究所首都文庫教授森川高木先生に御講演、特別講義に来ていただきました。森川先生は東京大学の出身です。その後帝京平成大学、愛知県女子短期大学、愛知県立大学、国文学研究資料館、鶴見大学などを経て、2010年4月より今の首都文庫に着任されました。で、先生のご専門は日本漢文学、書史学です。がたくさん の論文業績がございます。図書館から貸し出しましたけれど、4冊の本すでに書きに並びました。ご覧の通り先生はこの若さですから大変素晴らしいご論文をたくさん書かれております。これ、一応回しますけれど、皆さんちょっとご覧になってみてください。今日の先生の特別講義の題目はここにも書いてありますけれど、日本漢文学における史と史論で、副題は不題史と無題史というテーマでございます。わざわざ日本から台湾にお越しくださり、皆さんも ぜひ盛大な拍手を持ちまして先生を迎えたいと思います。それでは先生よろしくお願いします。皆さんおはようございます。堀川隆と申します。よろしくお願いします。それでは早速、話を始めたいと思います。今日のテーマは平安漢文学における史と史論、不題史と無題史というふうにしました。日本文学を考える場合に、仮名の、文字で書かれた普通の日本語の文学がどうしても中心になりがちですけれども、日本文学あるいは日本文化っていうのは、中国文化、中国文学の影響を大きな影響を受けているわけです。でその中で例えば源氏物語に、八距離の文学の影響が非常に強く現れているということはもうすでにいろいろな形で指摘されていますが、中国の文学を直接その例えば源氏物語だったら紫式部が読ん で彼女が独自でそれを全部理解して自分の文学に生かしたっていうと、そうではないわけです。その例えば紫式部でもあるいは清少納言でも、そういう人たちがその中国の文学を理解するためにはそれよりも前にやっぱりその専門家がまず中国の文学を理解して自分たちがこう消化をして、でそれが広く和文の文学の、専門家にもこう、行き渡っていったわけですね。その間に立っている、学者たちというか、当時の言葉で言うと博士家の人たちですけれども、こういった学者がその中国の文学を自分たちの力で理解をして、日本人は漢文訓読という漢文を日本語に翻訳するというそういう方法を考え出して、それによって非常に細かなニュアンスまで、中国文学を理解して、それで日本文学に生かしていったわけです。これは文学に限定しての話ですけども、もちろんその政治とか社会とかいろいろな分野で中国の書物を読んでそれを生かしているわけですね。その一つの現れが文学ということに。で今日は、その文学の中でも特に漢詩に
限定して、まあ、日本の漢詩というものが、まあ、どういうふうにこう中国の影響を受けながらも少しこう独自の展開というか発展をしていった、そういう話をしたいと思います。まずプリントの1ページ目に載せましたのは、すがらの道種の、作品です。今日の話は九大詩と無大詩っていう、そういうまあ、これから説明をしますけれども、ちょっと面白い形式を持った詩の話なんですが、それを中心に、考えた場合には、すがらの道種はそれがこう成立する直前、少し前の時代の詩人ということになるので、まあ、前詩っていうふうにしましたけれども、もちろんこれは作品の価値をあんまり考えない方なので、まあ、研究者によってはもちろん菅原の道種が最高で一番、素晴らしくて、その後はあんまり良くないっていうふうに考える人もいますけれども、今日の話はまあ、それとは別に、九大詩無大詩を考える、それが成立するよりちょっと前の時代だっていう意味で、前詩としての菅原の道種っていうふうに書きました。まあ、平安の漢詩人の中で最も有名だと思いますけれども、彼は、まあ、時代、生きていた時代というのが、まあ、政治制度でいうとその律令制という、まあ、中国の唐の時代の制度を模倣した、まあ、そういうものが日本に移されて、でそれが、ちょっとうまくいかなくなっていった時代ですね。でそういう時代にいろいろな社会の矛盾なんかをこう見つめながらも、まあ、彼自身は非常に、学者としてあるいは詩人として、天皇に仕えるということに、まあ、誇りを持っていた、そういう人です。ただ宇陀天皇という天皇に非常にこう信頼されて、本来学者としては異例な出世をしてしまうので、まあ、逆にその藤原氏に、非常にこう、警戒をされて、まあ、左遷をされてしまう、そういう非常にこう悲劇的な運命をたどるわけです。で特に後々の文学の話でいうと、まあ、この死んだ後に怨霊になって、それで、まあ、今でもたくさんの天神様、天満宮っていう神社がありますけれども、まあ、そのたたりを恐れて、そういうふうに神様として祀られたっていうふうに、まあ、死んだ後もですね、いろいろと、話題になっていた、そういう人物。でまあ、漢詩人としては非常にその優れた作品を残したために、その後のまあ人たちのお手本になっています。まあ、その神様として祀られてからもですね、その、まあ、学問の神様っていうことで尊敬されているわけですね。まあ、そういう生前生きていた時代の非常に優れた作品を残したっていうことも、まあ、その学問の神様になったっていうことに影響していると思います。で今日はその彼の作品から3首載せましたけれども、この3首を選んだのは、まず最初の1首目はですね、その当時の社会について、まあ、観察をして、それを描いた詩です。彼はまあ、さっき言ったように非常に異例の出世をする、まあ、最後は右大臣にまでなるわけですけれども、その途中に1回地方官になって、讃岐の国、今の、まあ、香川県に行きます。その讃岐の神になった時代に作られた作品の一つです。漢詩十首っていう、まあ、十首の連作がありまして、その中の第二首ですけれども、まあ、漢文訓読で、読んでいますが、いずれの人にか漢気早き、漢は早し浮かれきたる人、叫んと欲して僧を逃れたる客は、帰りて攻めを招く身となる、
鹿の皮衣も三尺の破れ、貨車一見の貧しさ、こう追いまた妻を引き去る、ゆくゆくきつよしきりなる。まあ、律令制度のこう行き詰まりっていうのを最初に書きましたけれども、まあ、本来は、律令制度では農民に、まあ、一人ずつ平等に土地を分け与えて、でその農業をして、でそのそこから税金を取るという、そういう形になっているはずなんですけれども、だんだんそれがうまくいかなくなって、まあ、貴族たちの私有地、個人で持っている土地が増えていくんですね。まあ、それが荘園っていうふうに言われているものですけれども、でそのそうすると税金が、まあ、だんだん取れなくなってくるので、まあ、非常に厳しく税金を取り立てると、まあ、農民たちは税金逃れのために自分が与えられた土地から逃げてしまいます。そういう状況が起きていたんですね。でそのそういうふうに自分が耕す土地から逃げて、まあ、別の場所に行ってしまっている、それがこの浮かれ来たる人という人です。でこの人は、まあ、税金を逃れたんだけど、もちろん、それはまあいわば悪いことというか法律違反なので、追われている身になっている。だけど、まあ、結局その税金を逃れてもその代わりに働く場所というか、お金を稼ぐ手段がないので、まあ、非常に貧しい暮らしをしながら、まあ、物乞いをしている、そういう様子を描いています。まあ、平安時代の漢詩の中でこういうその社会の現実、非常にその、悪い現実というか、そういうことをちゃんと描いている漢詩というのは非常に、まあ、珍しいわけですね。で彼自身ももしもずっとその京都の宮廷に仕えていたら、こういう現実を直接知ることはなかったと思います。ですからこの、まあ、地方官になって地方の現実を直接見たっていうことが、こういう作品を、まあ、生んだきっかけになっている。で次の、2首目、これはその讃岐守の時代からまた朝廷に戻って、京都に戻ってきて、まあ、朝廷に仕えている、そういう時代に作られたものです。で3月3日、まあ、日本では桃の節句、今でもお祝いをしますけれども、宮中では必ず宴会が行われて、そこでみんなで漢詩を作るんですね。でその時に、題を出されて、その題について全員同じ題で詩を作る、そういうやり方をします。でこの時の題は、花の時天はエールに似たり、こういう5文字の題ですね。こういうふうに題が与えられて、これについて漢詩を読みなさいっていう、そういう形になっています。で、ここに挙げたように、題は5文字 で読む詩は七言律詩という形式の詩ですね。でこれはこの後の九大詩と非常にまあ、共通して似ているものです。ですから九大詩の、まあ、前詩、九大詩の先駆けっていうことで注目すべき作品ですけれども、これも読んでみますと、三月春竹縄にして曲水を思う、花の層温国にして花に催さる、縁下の縁金はどうこなるべし、通りの先人は見配に似たり、縁に乗ずる和音風の口ゆるぐ、憂いを消す晩景月の眉開く、定行小屋花の間ばせ若し、用いず行員の表を上り来たるという詩です。まあ、ちょっとその今聞いただけでは内容が理解しにくいかもしれませんが、立詩の場合は2句ずつ4つの部分にこう分かれています。で最初の2句ですね、3月というふうに始まる最初の2句では、まあ、この詩はどういうことを読むのかっていう、こう大まかな全体を
示していて、それで3句目4句目は対句になっています。で5句目6句目も対句になっています。でここでいろいろと面白い表現を使うわけですね。で3句目4句目のところは、まあ、その題がこの天が、まあ花が咲いて、まあ、花が咲いている、赤い花が咲いている、もうあの見渡す限りあちこちで花が咲いているので、まるでその天が赤い顔をして酔っ払っているようだっていう、そういう、まあ、天を擬人化した表現そういう題になっていますので、この3句目4句目でもあの擬人化した表現が使われていて、どうこっていうのはその酒のお酒の強さが同じぐらい、まあ、今 の, あの日本語でもお酒が強い人は上後って言って、弱い人は下後、あの上と下っていうふうにこう区別をするんですね。でその、どうこっていうのは同じぐらいの強さっていう意味です。だから遠くにも近くにも、まあ、同じようにこう赤い花が見えていると、まあ、あの同じぐらいの酒の強さだなっていうことですね。で逆に、桃や桃がこうかなり赤い色のものもあるし、白に近いあんまり赤くないものもあったりする、そういう色 の, あの 濃さと薄さっていうのは、まあ、酒を飲んだ量によって違っているんだっていうふうに4句目では言っています。これはですから、まあ、色の 赤さの同じような場合は同じくらい飲んでいる、で色が違う場合はちょっと飲み方の違いがあるっていうふうに、まあ、酒の量でいろいろと比較をしています。で5句目6句目の方はあのお酒の話は、まあ、直接は出てこないんですが、まあ、その最初のところに酔いに乗ずるとか憂いを消すとかっていうふうに、これはお酒ののことですね。でそしたらば、天は、まあ、そのちょっと、口笛を吹いてピューッと吹いてしまうとか、それが5句目で、6句目の方は、眉がこうだらりと下がってちょっと顔が緩むというような、まあ、そういうふうにあの天全体を、まあ、人の顔のように例えて表現しているわけです。で最後のところですね、7句目8句目はこれはあのまあ、まとめみたいな感じなんですけれども、今まで言ってきたようにこの、このテーマは、まあ、天っていうものをこうちょっと擬人化してそれがどういう状態かっていうことをいろいろと面白く表現するんですけれども、この最後のところで、宇田天皇ですね、この、この監視の会っていうのは、まあ、天皇が主催している宮中で行われている会なので、その主催者である、まあ、天皇を褒めたたえるっていう、そういう、内容がここで読まれます。でこの天皇は非常に若々しい人で、まあ、仙人のような人で、決して年を取らない、だからその顔が非常にこう若々しいで、まあ、今の日本語でもですね、あの高顔の美少年という言葉がありますけれども、この若々しい人は非常にこうあの血の巡りがいいので顔がこう 赤い、まあ、血色がいいわけです。ですから、まあ、その天皇は、非常に若々しいので、まあ、お酒を飲んで、その顔を赤くする必要がない、あるいは、まあ、その鼻の赤い色がですね、こう、映って顔も赤く見えると、
というようなことも必要ないというふうに、つまりこのテーマである、まあ、花の時はこう周りが一体がこう赤いということを逆にそれを否定する形で、まあ、天皇の若々しさというのを褒めたたえているというような形です。で、今言ったようにこの七言律詩っていう、まあ、律詩という形式で、2句ずつ4つの部分に分けて、でその内容を展開していって最後の4番目の、2句でまとめるというです、ね、そういう形をちょっと覚えておいてください。で最後、旅顔を聞くっていう作品、これは七言絶句っていう短い詩の形ですけれども、前の2種は関係文章というそういう詩集に、まあ、詩文集に入っていて、最後のだけ関係講習となっています。この関係講習というのは左遷されて京都から、まあ、追い出されて、九州の太宰府に、まあ、移された、その移された後で読んだ作品をまとめたそういう詩集なんですね。これも読んでみますと、我は先客たり、何時は来賓、共にこれ少々として旅に漂うみなり、枕をそば立てて治療す帰りゆく日、我はいずれの年とか知らん、何時は妙春。空を飛ぶ彼に、まあ語りかけるようなそういう内容になっています。で、私は左遷された、まあ、人間で、あなたは、まあ、やってきたお客さんだと。で、両方ともその本来いるべき、まあ、故郷を離れているので、まあ、ちょっと寂しいけども、で、まあ、私はその枕に頭を持たせかせて、まあ、横になりながらいろいろ考える、まあ、いつ帰れるのかっていうことを考えているわけですね。だけども、私は、まあ、いつ帰れるのかもわからない、わからないというよりはもう帰れないかもしれないと思っているわけですね。だけど狩りの方は、まあ、渡り鳥なので必ずまた来年の春になると北へ帰っていくというふうに、まあ、狩りの渡り鳥の狩りと、まあ、自分もこう今左遷されて九州に来ているけれども、渡り鳥は必ず毎年こう行ったり来たりする、ね、だけど私はもう戻れないっていう、その自分のこの悲しみみたいなものをこの狩りを描くことで際立たせているという、そういう詩です。で、こういうふうにまあ、もちろん中国の漢詩人もそれこそ偉大な人たちは、まあ、本当にさまざまなテーマを用いてさまざまな表現を生み出していくわけですから、まあ、そういうことをよく勉強すればですね、日本人も同じように非常に幅広い表現を、まあ、使うことができると思いますけれども、まあ、道真の場合はそれだけ、まあ、ただ勉強したっていうだけじゃなくて、やっぱり彼自身の生涯が非常にその、ドラマティックというか、まあ、非常にその異例の出世をして、だけど最後左遷されて、で結局京都に戻れずにこの太宰府で死んでしまうわけですね。で、そういういろいろな移り変わり、生涯の移り変わりをそれぞれ非常にこう的確に、まあ、詩に表現しているわけです。で、まあ、全体的には白居易に非常によく、学んでいるので、まあ、白居易自身が最後晩年はその左遷されたわけじゃなくて非常に、まあ、落ち着いた非常に生活を送っていますけれども、まあでも途中左遷されて地方に、まあ、流されたりとか、まあ、飛ばされたりとかいうこともあるんですね。そういうような彼自身のいろんな変遷っていうのをよく多分、作品から読み取って、それを生かして作、まあ、自分自身も作品を作っていると思います。で、こういうその白居易の影響を強く受けているっていうのもこの後の詩人たちにやっぱり影響を与えている。それでは次の2ページへ行きまして、今道真の作品から、まあ、こういうようないろいろな分野の詩があるっていうふうな説明をしたんですけども、
平安時代の漢詩の一番中心になるのは宮廷詩という、ちょっと非常に簡単な言い方で分かりにくいかもしれませんけれども、天皇を中心にしてその天皇のに仕える人たちが、一つの場に集まって読む。で、天皇じゃなくてですね、非常にこう身分の高い、摂政、関白とかですね、大臣とか、そういう人が中心になってその人が主催をした、会で読むっていう場合もたくさんありますが、そういうようにこうある場所に集まって同じ台でみんなで読む、そういうのが非常に多いんですね。そういうのが平安時代の漢詩の中心的な、作られ方です。でその時に今道真の詩で見ましたようにこういうような5文字の題を与えられてそれを読むということが非常に多く行われています。で、それが句題詩というものなんで2ページでその句題詩の説明をしていますけれども、ただ単に題が与えられてそれで読むっていうそれだけの決まりっていうのではなくて、もう少し細かな決まりがあります。それを説明していますのでちょっと、見てください。句題詩とは主に五言の詩句を題にして作る詩で、詩の形式は多くは七言律詩を指します。で平安中期、9世紀の10世紀の後半ぐらいから、11世紀の初めぐらいのあたりで、それをどう読むかっていう、読み方がだんだん決まってきます。で今言ったように律詩というのは、2句1組でそれが4つの部分に分かれているんですけれども、それぞれをですね、当時の言葉では北句、京句、洋句、楽句というふうに呼んでいます。今の日本では上に書いた主連、番連、経連、美連という言い方が普通です。でそれぞれに役割が持たされているんですね。でその役割のことを下に書きましたが、題目、課題、それから比喩あるいは本文で最後に、十回、これ現代の日本語では十回ですけども当時は十回というふうに言っています。でどういう今、その単なる短い言葉で言っただけなんですがそれをもう少し細かく言うと、まず題目ですね。北は題目という役割 でそれは、題のその5文字をそのまま読み込んで、題の意味を表現する、これが題目で、破題というのは、その題の字を用いないで、つまり題目最初の北句の中でも全部使ってしまっているので、その文字を使わないけれどもその題の意味を表現する。だから題の文字の内容を他の言葉で言い換えて表現するわけ。それから3番目のところですね、洋句の比喩とか本文というのはその言い換えるときに単にその言葉を置き換えるのではなくて何らかのこう比喩的な表現であるとか、それからその漢石の故事、天候ですね、そういうものを用いて表現する。で実際の作品を見るとこの破題、京句の破題と洋句の比喩本文というのは入れ替わる場合とか、あるいは両方とも普通の破題で比喩や本文が使われないという場合もあります。ですから研究者によってはこの京句と洋句ですね、この、対句になる部分、これ全体を破題というふうに考えた方がいいという人もいます。で最後の楽句ですね、一番最後、まとめの部分ですけども、ここは出会という役割を果たしていますが、その出会というのは思いを述べるということです。でそのどういう思いを述べるのかというと、その場とか主催者に対して、何らかの自分の思っていることを述べる。で先ほどの道種の詩ではですね、
主催者の宇田天皇に対して、まあ、宇田天皇を賛美するというそういう思いを述べていました。でそうい う, こう主催者に対する賛美っていうのが、まあ、多いんですが、まあ、それと同時にこう読む人は大体こう学者が、まあ、多いですね。で学者は道真は非常に例外で他の人はあんまりこう出世できないわけですね。こう身分が低いところでとどまっているのでどうにか自分をもっと出世させてほしいっていうふうに訴えるそういう思いを述べる人もいます。でこういう宮台詩がこういう構成法で読まれるんだっていうことはまあ、平安時代の漢詩の研究は ずいぶん昔から行われているんですけどもこの宮台詩の読み方が分かったのはですねまだ20年ぐらい前なんです。でそれからだんだんみんなでこういろんな研究者が研究をしていったことによって今、まあ、こういう読み方が分かったんですね。で、まあ、そこからいろんな問題が発展していって、まあ、この平安時代の漢詩の研究は非常に今盛んに、まあ、発展しているというか進んでいるところです。でその一つのきっかけはそこに書きました大沢不活抄という書物これを読むことで、まあ、その中に詳しくこういう読み方、こう宮台詩の読み方が書かれている。でそれと実際の作品をこう突き合わせてその大沢不活抄に書かれている読み方っていうので実際にその作品をこう分析していくと確かにそうなっているということが分かったわけです。この大沢不活抄というのはもう鎌倉時代に作られたのでかなり宮台詩というものが成立してからは時間が経っているんですけども、まあ、時間が経っていることで逆に非常にこう丁寧に客観的に説明をしてくれています。今日はちょっと時間があまりないので大沢不活抄の説明をそのままここには引用しないで私なりにこのまとめたことだけを今話しました。もしこの大沢不活抄っていうのを読んでみたいっていう人がいたらですね一番最後の5ページに、参考文献で漢文学資料集というのを挙げてあります。まあ、この中に英韻と本国が載っていますので、これを読んでもらうといいと思います。ただまだ注釈書は書かれていないんですね。これからだから、注釈をしてきちんと内容がみんなに分かるようにしなければいけないところですけど、それでその大沢不活抄からはその宮台詩の例が載っているので それを引用2ページに引用してありますけれども悪い例と良い例と2つ載っているんです。そういうところも少しすごく丁寧な本なんですけれどもでこれどこが悪い例はどこが悪いかっていうとですね、まあそのちゃんとどこが悪いかも指摘されていまして第3句千里の雪の上ひきちきりに額を調ぶって言ってるんだけどもこの里という字と、上、まあ、上っていう字これが両方促成で、いけないだから、上の方は平成の方へ変えなきゃいけないこれは漢詩を作るときに、まあ、表則っていうのをまあ、表則を整えるというのが絶句や立詩の場合には必ず、必要なわけですね。でちょっと表則の話、まあ、皆さんも大体知っているかとは思うんですけども、ちょっとそれを説明していると今日は時間がなくなるのでもう説明はしないでもし知らない人はちょっと自分で調べてください。それから、第5句の、ウグイスタバブレイズというのが第5句の後半にありますね。それから第6句に、超飛び来たるというのがあります。でこの詩の題は
2ページの真ん中に書いてあるんですけど、花を待ちて醤油を催すっていう、そういう題なんですね。花を待ちて、これは花が咲くのを、待ってという意味です。だからまだこう花が満開じゃないわけですね。これからだんだんこう、咲いていこうという、そういう時なので、この5句目で言っているウグイスがこう非常に楽しそうに飛んでいるとか、蝶がやってくるとかっていうのはもう花が満開になっている様子を表現していることになっていて、ちょっと題の意味とずれている。だからそこは、ウグイス今だいでず、から蝶遅く来たるっていうふうに変えるべきだっていうふうに、まあいわばその悪い例を出して添削を、で、まあ、ちょっとその悪い例の添削をした上で、じゃあ、いい例、その題の内容に沿った、まあ、ちゃんとした詩はどういうものかっていうので、そのいい例が後ろに上がってるんです。こっちは、まあ、読んでみますと、この地の醤油、何によりてか催す。花を待って、ひねもすにゆえあるかな。今、この最初の2句の中に、題のその待つ、花、催す、醤油というこの5文字が全部含まれています。で次ですね、第3句、装いをこいてまずのぶしを夕席、見破ることを起こしてしばらく組む院に命ずる灰。この詩を夕席、まあむしろっていうふうにこの本では読んでますけども、それから院を命ずる灰、これは お酒を飲んだり詩を作ったりということで、台の中に出てくるこの醤油を催すっていう、その説明になってますね。チャイムが鳴りましたけど、この詩の説明だけ続けます。で、装いをこいてとか見破ることを起こしてっていうのは、この装いとか見破る、醤園っていうのが花を、まあ、示す言葉なので、この花を待つっていう意味。それから5句目、6句目、歌って和声を進むればうぐいす今だいです、待って冷曲を思えば蝶遅く来たる。この歌うとか舞うっていうのも醤油を催す、そういう、楽しい、まあ、いわばピクニック、宴会ですね、そういうことを催すっていう意味になります。だけども、うぐいす今だいです、蝶遅く来たる、さっき悪い例でこうした方がいいっていう、それがここに使われて、これが花を待つというんですね。で最後に、溶媒通りは一時の今日、良いかな昆虫節祭を呈す。まあ、いろんな花がこういっぺんに時に咲くというのは非常に楽しい。で、その楽しさにこう誘われて、私もこの宴会に出てきて、非常に下手くそなんだけれども、まあ、詩を作りますと。節祭を呈すっていうのは、まあ、拙いけれども私も詩を作って皆さんに、披露をします、差し出しますっていうような意味です。ということで、まあ、謙遜をして最後はまとめる、これがその出会ですね、思いを述べるというところになります。まあ、こういうのが句台詩のいい例として挙げられていて、じゃあ実際の作品はどうかっていうことで、次の、3ページの方に平安時代の実際の句台詩の例を挙げました。でこれはちょっと休憩を挟んで後半に説明したいと思います。じゃあここで休憩にします。それでは再開します。3ページからですね、その句台詩の実際に平安時代に作られた作品の例として2種挙げてあります。1種目は、菅原文時、これは菅原道真の孫にあたる人ですね。で、天徳3年959年に、行われた天徳闘士と言われている、まあ、詩と詩をこう合わせて、戦わせる、そういう催しで生まれたもの。
でこれは村上天皇が主催をしている、まあ、天皇が主催の会議ですね。で題が、雲に泣きて小岩通しという題です。で雲に泣きてっていう言い方はこれは雲の中というかあるいは雲の上というか、そういうところで、北の方からやってきた光が泣いている、だから姿が見えない、雲に隠れて見えないというところがこの題 の、 表現しているところですね。でそれから通しというので、まあ、泣きながら遠ざかっていく、そういう様子です。だから、姿は見えなくてその泣き声だけ聞こえている、そういう様子を詩に読みなさいということになるんですね。で、詩の方を読んでいきますと、湖岸新たに作法より来たる、雲に泣きて飛ぶこと通しほのかに面をなす、声は影に従いて去る無心のうち、望みは菊とともに遥かなる色ある傍ら、万里絹田にはして凝るところを消えたり、剪定炉を引きて、散るとき流し、寒山盛大遠陣静かなり、用いず終点八句をつなぎて飛ぶを、というふうになっています。でまた最初の、2句のところ、ちょっとプリントが分かりにくいんですけども、この台の5文字は少し 太い字にしてありますけども、台の5文字が全部最初の1句目2句目の中に出てきています。作法というのは北の方ですね、北方北から、やってきたばかりだ。でそのはっきり見えないんだけど、まあ、列を組んで飛んでいく。で、3句目4句目、ここがその、課題に変えているので、3句目は声は影に従いて去る無心のうちというふうに言っています。でこれは最初の声っていうのが狩りの鳴き声ですね、で影、これは姿がはっきり見えないで雲に影が映っていて、その影がだんだんと遠ざかっていくということで、まあ、このところがその湖岸通し、まあ、泣いているっていう様子とその遠ざかっていくっていう様子を表現していて、最後の無心のうちの無心というのが雲を表す言葉です。これは陶淵明の雲、虫にして持って、木をいず飛去来の字ですね。この表現があるので、まあ、雲と無心というのが結びつくわけです、まあ、結びつくというか、雲を無心という言葉で言い換えることができるわけですね。で、4句目の方も、まあ、似たような感じなんですけど、望みは聞くとともに遥かなりというので、こう望む、まあ、その遠くを見上げて、こちらから見ているそこに、まあ、狩りの姿があるはずなんだけど、まあ、これは雲に隠れていてよく見えないわけです。でそれで鳴き声がだんだんと遠くに遠ざかっていく、その聞いているとだんだん遠くになっていくっていう、そういう表現で、これがその狩りが鳴いて遠ざかっていく様子を示していて、で最後の色ある傍らというのが、雲を示しています。雲はまあ普通は白いんですけども、五色の雲、非常におめでたい雲の場合はこう5つの色を持っているっていうふうに言われるんですね。ですからこの色あるっていう言葉によってこれが雲を示すことになります。でそれから5句目6句目、ここは鳴き声を直接示すのではなくて、鳴き声をちょっとこう別のものと置き換えて表現している。5句目の方は絹田にはして、万里絹田にはしてというので、絹田
ていうのはこうあの布を叩いて柔らかくするそういう道具で、これはあの中国の詩の中でもよく秋の夜にその女性がそういう作業をする、でその音が聞こえるっていうあの有名なのは李白の詩にありますけれども、そういう表現がまあ使われます。ですから秋のまあ音ということで出てきていて、それに和してということなので、まあ、その狩りの鳴き声と絹田の音がまあ一緒になっているということですね。で、凝るところ消えたりっていうので、凝るっていうのは集まるっていうことで、これは雲っていうのはこうあのギューとこう集まって、それからまたこう、まあ、消えていくっていう、そういうあの性質のものなので、この凝るところっていうので雲を示しています。で、剪定浪引手っていう方は、浪引くっていうのはこうあの船を漕ぐ浪っていうのはこう非常にあのギーっていうような音が鳴るわけですが、そのちょっと説明で浪を漕ぐ音を引き伸ばしてっていうふうに書きましたけど、あの引き伸ばしたかのようにっていうふうにちょっと直してください。これはあの金太に和してっていう方とは違って、あの炉の音と狩りの音が両方聞こえてるんじゃなくて、まあ、炉の音で、例えています。まあ、炉のそのギーっていう音がずっと長くの伸ばして音が聞こえているかのように、狩りの声がずっと長く聞こえている、そういう表現、比喩表現ですね。で、散る時、これはあの雲のことを言って、でちょっともうあの時間があまりないのできちんと説明しなくて申し訳ないんですけれども、この絹田に和すっていう表現と、それがこの炉の音に例えるっていうのは、あの両方とも八居の詩の中に出てきます。絹田の音も秋の、まあ、ものなので、あのちょうど季節として重なっていて両方の音が聞こえるっていう、そういう表現が八居の詩になります。それから今言ったその例えるっていう表現も別の詩の中にあって、まあ、そういうだから八居の作品のまあ表現をうまく取り入れてここにあの使っているわけですね。でこういうふうにして、まあ、3句目4句目と5句目6句目ではその、この題の内容を、言い換えて、あるいは比喩表現を使って、まあ、表現していて、で最後、7句目8句目でまとめですが、寒山静大円陣静かなり用いず終点箔をつなぎて飛ぶ。これはあの漢の武将の祖父のその元、まあ、神あるいは元将って言いますけども、まあ、自分がまだ生きているということを、まあ、北方のその郷土に、捕まって、いたときに、その北から南へ飛んでいく狩りの足に、まあ、その手紙を結びつけて飛ばしたっていう、まあ、そういう故事があります。それを踏まえています。で、あれはつまり、漢と、郷土が、まあ、戦争をして、その戦争の結果としてこういうことが起きたわけですね。ところが今は盛大、であるから全くこう戦争がなくて平和な状態になっている。だから、そういった祖父が、手紙を狩りにつなげて、飛ばすというようなことも必要ないというふうに表現しています。つまりこれは、
盛大っていうのが先ほど道真が宇多天皇を賛美したのと同じように、文時はその時の天皇、まあ、この会の主催者の村上天皇を、まあ賛美する言葉を最後に、使っているということですね。で最後もですからちゃんとその狩りこの題に表現されている狩りに関係のある故事を利用してそれでそれを否定する、まあ、ひっくり返すということで、天皇を主賛美したまあ、そういう形でまとめています。で、次、もう一週、続けて読みます。こちらはですね、少し時代は下りまして、まあ、大体、西暦1000年前後ぐらいに作られた本朝礼叟という、漢詩集に入っているものです。まあ、天皇でいうと一条天皇の時代が中心で、でまあ、この時代になるともう非常に古代史の読み方っていうのがまあ定着をしているので、まあ、みんなそういうふうに読むようになっていきます。まだ文時の時代はちょっと文時は早くこういう古代史の読み方を確立させていたんですけど他の同じ時代の詩人はまだきちんと読めてないこともあるんですね。本朝礼叟の作品だと大体みんな同じようにでこの作者は、藤原為時で、これは紫式部のお父さんです。まあ、紫式部はその学者の家に生まれたことで非常にその漢籍にも通じていたっていうふうに言われてますけど、まあ、そのお父さんの漢詩です。でこちらはですね、題が雨は水上の糸たりという題です。先ほどの道真の詩の題と同じでこれも比喩表現ですね雨というのは水の上の糸だって言ってるわけですからでイメージとしてはちょっと下手くそなんですけどこう、まあ、雨がたくさん降っていてで水の上に落ちるとこういうふうに波紋ができますねそういうそのまあだからこう上から落ちてくるこのここの部分とそれからこういう波紋ができている部分とこれ両方ともまあ糸のように見えるというので、まあ、そういうイメージを、詩の中で表現しなさいというそういう題になるわけです。で、詩を読んでみますと「某雨蒙蒙たり池の岸のほとりさらに水上の乱子となりて浮かぶ」この最初のところで、雨、水上の糸、そういうパリです、この5文字が全部出てきています。で、貫ること短面よりして、ぐるいて結びがたし、引くこと端心よりして、もろくしてとどまらず、細かに注ぎては、まさに争うべし、漁歩の八須と、斜めに飛びては、貫かんと保湿、長期の針を。誰か知らん、龍か鎮仙の客の、ソウル数形、夏のうちの秋。で最初の2句は、まあ、そのままの意味で、大体わかると思います。で3句目、4句目ですね、ここがまた、課題の表現で、貫ること短面よりしてというのが、こちらの方、この、まあ、水の表面からずっとこう糸がつながって伸びているみたいに見える。だけど、まあ、非常にこう濡れて水、まあ、もちろん雨なので濡れているというか水なわけですけども、だから糸に例えているから、まあ、それで逆に、濡れていて結びにくいっていうふうに表現しているんです。それから、引くことを端心よりしている。これはこう波紋として広がっている方のところを、まあ、糸に例えていると思うんですが、
もろくしてとどまらず、まあ、この波紋っていうのは一瞬できるんだけどすぐ消えてしまいますね。それをこう糸がもろくてなかなかきちんと、そのままの状態でとどまっていないっていうふうに、まあ、言っていて、まあ、ですから、先ほどの文時の詩の場合は、まあ、この部分が狩りを言い換えていて、この部分が雲を言い換えているっていう、こう非常に分けやすかったんですけども、こちらの為時の場合、まあ、この句全体がその雨が水の上の糸だっていうふうに、まあ、言っている。ちょっとこう部分部分で 分解してこれが何これが何っていうふうに、そういう言い換えがちょっと分かりにくいかもしれません。次の5句目6句目の方はちょっと分けられると思います。細かに注ぎてはまさに争うべし漁法の蜂巣と、でこれはこう雨が降り注いでいくと、それはまさに、この水辺の、まあ、ところに生えている蓮から取れる糸ですね、それとよく似ている。まあ争うっていうのは、まあ、それとこう、どっちがいい糸かって争うっていうことですけども、まあ、似ているっていうような意味で解釈すればいいと思います。で斜めに飛びては貫かんと発す、長期の針。釣り針は本当はまあちゃんとした糸でこう結ぶわけですけども、まるでその自分がその本当の糸の代わりに、釣り針の糸をこう貫こうとしているかのように、空から降ってくるということですね。まあ、それで漁法とか長期っていう言い方によって、これが水辺だっていうことを示しているわけです。水上の水っていうのを、まあこれは実際には池、すみません、これさっき最初に言うのを忘れましたが、この詩はですね、藤原の道長の屋敷で読まれたものなので、この実際に道長の屋敷の中に池があって、その池の様子、まあ、ちょうど雨が降っていて、でそれを題にしたんだと思います。ですから実際には家の中の池なんだけれども、まあ、その水辺ということで、漁法とか長期っていうような、まあ、海だとか川だとかそういうイメージをここで、まあ、持ち出してきている。で最後のまとめの、その出海の部分は何を言っているかというと、まあ、自分はその流下沈潜の客だと、まあ、水の流れの下でずっと沈んで浮かんでこないっていう、これは出世をできない、出世できないで、まあ、非常に低い、地位にとどまっているっていうことの比喩です。で、ソウル数形っていうのは、これはその霜というのが白い、その白い糸っていうことで、その髪の毛、白い髪の白髪の意味です。それがこう髪の毛に混じっているっていうので、もうこれは年を取ってしまったっていうですね。だからその、この最後の7組目、8組目のところも、その水とそれから糸っていうのをちゃんと、読み込んで、で自分は、年を取っているけど、まだ、出世できないということを訴えています。で最後、夏のうちの秋って言ってるんですけども、これは読まれた季節は夏なんです。夏なんですが、自分自身はもうその霜が降りていて秋のような、まあ、そういうなんかちょっと悲しげな哀れな感じを表現しているわけですね。実際に為時はまあ、本当に出世できないで、まあ、地方官になったぐらいで、中央のちゃんとした役職にはなかなかつけないで一生が終わっています。まあ、そういう感じでですね、題を、最初の2句でその文字をそのまま読み込んで、で次の2句とそれから5句目、6句目の全部でまあ4句ですね、ここの部分でそれを言い換えて、で最後にその題を踏まえた上で、まあ、自分の思いを述べるという、こういうその4つの部分がそれぞれに役割を持って読まれる、こういう漢詩が句題詩という形で日本では、まあ、定着したわけです。
でこれはそういうあの、主に、まあ、身分の高い人の家に招かれて学者たちが、まあ、競い合っていかにうまい表現を、するかっていうことでこう競い合うような、まあ、そういう詩ですね、まあ、だからさっき言った宮廷詩っていうふうに言いましたけど、そういうようなあのある場特定の場において、まあ、読まれたその題をこう展開するそういう形の詩です。そうじゃない詩も平安時代にはあるんですね。それが無題詩でして、それはあの次の4ページに載せました。無題詩っていうのは何を示しているかというと、このプリントに書きましたけれども、句題詩ではない詩なんですね。句題詩っていうこの、第5文字の句で題が示されてそれを読むわけですが、無題詩の場合はそういうふうな題が示されないわけです。だからいきなりそのある場所に行ってとかですね、あるいは単に今自分が思っていることをそのまま述べる、まあ、そういうようなあの詩の作り方をします。であのここに引用した詩はですね、全部、本朝無題詩というあの12世紀の半ばに成立した詩集から引用しましたけれども、あの実際にこの本朝無題詩の中にはあの特定のテーマで読まれた詩っていうのもあります。で例えばあのそこに、7行目に、福本詩を伏す、一語を伏す、そういう題の詩が入っていたりするんですね。でこれはあの特定の物事をテーマにしていて伏物題というふうに呼ばれる形式ですけれども、まあ、だからこういうものは句題詩でも無題詩でもないわけですが、まあ、そういうものをちょっと除いて本当の無題詩というか、題を持たない詩っていうので、今日は3首挙げました。でじゃあ題がない場合何を読むのかっていうことですけれども、まああのこう非常に詩が読みたいと思って読むわけですから、まあ一つの読む対象としては自分の周りにあるものですね。で普段あの普通の生活をしていて突如詩が読みたくなるっていうことは、まあ、なかなかないと思うので、あの当時の詩人たちはですね、こうちょっと、自分の生活を離れてあの京都の郊外にあるお寺によく出かけていくわけです。その、まあ、何人かで連れ立って出かけていって、でそこであの、まあ自然の風景をいろいろ見たり、それからお寺のこうちょっと荘厳な雰囲気を味わったり、でそこにいるお坊さんと、まあ、仏教に関するこう会話をしたり、そういうようなことをして、でそ の, あの様子をこう信用、そういうことがよく行われています。まあ、その例がこの4ページの最初に載せました、春日朝楽寺に遊ぶという詩ですね。これをまあ読んでみます。これはあの少し、七言律詩より長い七言俳律というページ。立詩のその対句の部分が増えているんですね。そういう、全部で12句あるんです。春日朝楽寺に遊ぶ藤原の末綱というですが、朝楽寺のうち趣向を組む上等のこの地勢い武装なり、鳥は盆語を伝えて僧座になれた、花は盆書を学びて仏僧に翻る、羅刀月暗くして今日久しくとなる、正門風吹く暁に軽静かに打つ。ちょっと打つという字があの字がちゃんとプリントできないのでそういう変な形になります。こういう字ですね。手辺に従う字を、六字の替え稽古に輝く、多彩の流氷石光をうがつ、眼福の架け橋危うくして築城を携わる。
軽心の棒を暗くして乱行を語る。万般島津一人観念するも、ただ島の未だ複雑を得ざるある。で、あの大体の内容はあの、まあ、その後も書きましたけれども、長楽寺という今でもあの京都の東山のちょっと南の方にあるお寺です。で、京都はですね、あの街中は非常に平らなんですが、周りがずっと山ですね。で、特に東山の方は深い谷があったりして、まあ、あの今でもちょっとその郊外に来たなっていう雰囲気ですけども、当時の貴族たちにとってみるともう、町を離れて、ちょっとこう山の中に来た、そういう感じだと思うんですね。で、まあ、鳥が鳴いているんだけど、その鳥はまるでそのお経を唱えているかのように聞こえるとか、それから花はまあただ何も考えずに咲いているわけですが、それがこう、仏像の周りをいろいろと飾る、まあ、荘厳するって言いますけど、そういうのに、なっているとかですね、そういうふうに、まあ、自然の様子とこのお寺であるということを結びつけて、表現している。まあ、次もその羅刀とか荘厳っていうのは、これはやはりその山の中の様子を表現する言葉で、でそれがお経を唱えるとか、その経を打つとかっていう、まあ、お寺らしいあの情景と結びついています。それから6時の鐘、これはその礼拝のためにあの、まあ、ろうそくの明かりをずっと灯しているわけですね。でそれがキラキラと、扉を、まあ、光らせるとか、それからその長年あの雨だれが垂れていて、それが石に穴を開けていると、まあ、非常にこう静かだけれども、まあ、厳かな雰囲気、そういう様子を描写しています。架け橋、これ崖のところにずっと、階段ができていて、でそれをその竹の杖をつきながら登ったり降りたりです。でそのお坊さんたちが住んでいる場所がちょっと谷の下の方にあって、まあ、非常に暗いので、明かりを灯しながらそこへ、降りていったりして、まあ、あのだから山寺というそういう様子を細かく描写しています。で最後の2句ですね、ここはまとめのところで、まあ、自分のことを言っています。こういうのはちょっと倉石 の構成法に似てるんですけれども、万々島津一人観念する、まあ、この、非常にこう清らかなこのお寺の場所で、自分もこう瞑想に受けるというわけですね。じゃあ自分もその心の中からこういろいろ雑念を払って、まあ、煩悩を消し去って、まあ、自分その、まあ、清らかな心になろうと今してるわけです。だけれども一つだけそのどうしても心の中から追い出せない、まあ、悪い考えというか、まあ、煩悩がある。でそれは何かというと島であるというわけです。この島という言葉は八教がよく使った言葉なんですね。八教もあの非常に仏教信仰が強い人なので、あのよくお寺に行っているわけですけれども、まあ、彼自身の、まあ、自意識としてこの島というものはどうしても、排除できないというのを詩で読んでいます。まあ、それを真似しているわけです。あのだからこの詩の構成法としては1句目2句目のところで、まあ、お寺にやってきたというふうにまず言って、で3組以降そのお寺の様子、自然の風景と、それからこうお寺らしい建物とか音だとか、光だとか、そういうのをずっと描写していって、でそのそういう荘厳な雰囲気に自分も溶け込んでいこうとするんだけど、最後にやはりそのどうしても、消せないこの島というものが残ったという、そういうふうな構成です。でこの3句目から、何句目かな、10句目までですね、この、4つの対句というのは非常にこう、客観的なというか、実際に似た風景を描写しているように、まあ、読めるんですけれども、実はその中に最後にプリントに書きましたけれども、3句目4句目の表現は、潜在核というですね、中国の漢詩をたくさん集めた、で分類したそういう書物がありまして、その中に出てくる言葉、表現に
非常によく似ています。まあ、それを少しこうお寺らしく、まあ、変化させて利用しているわけですね。だから本当にこういう情景がこの長楽寺にあったのかどうかっていうのはちょっとわからない。まあ文学の表現っていうのはその実際に自分が見たものをそのまま表現するっていうことだけじゃなくて、やっぱりその過去の文学作品をいろいろと取り込んで、それをうまくアレンジしながら利用していくっていうことはよく行われるわけですね。特に漢詩の場合は、まあ、その八居易っていうお手本があったり、まあ、この千載閣のような当時の漢詩人が、まあ、自分のその作品を作るときの参考にした書物がいろいろとありますので、まあ、そういうところの表現を無題詩でもやっぱり利用している。九代詩の場合はまあ完全に架空の話とか、題が与えられ、その題をいかに展開するかですから、その題に関わりのあるさまざまな表現を、利用していくのは当たり前ですけれども、無題詩でもですね、実際にどこかに出かけていってその場の様子を、表現するって言っても、まあ本当に見たことだけじゃなくて、やっぱり過去の文学作品からいろいろと影響を受けて表現しているということが分かります。それでは次の5ページに行きます。5ページの方にはまず最初に釈蓮禅という、この人は貴族の出身なんですけど出家をした人ですね。この人の読んだ摂州宇原予宿即時というのを載せました。普通のこうちゃんと宮殿に仕えている貴族はそんなに遠くに出かけることはできないので、まあ、その、地方官になってそこへ赴任するっていうことはありますけれども、まあ、普段はせいぜい京都の周辺の、まあ、こう風景のいい場所へ出かけるとかですね、そのぐらいなんです。でこの釈蓮禅という人は、まあ、お坊さんになって出家をしてしまったので非常に自由なんで、かなり遠くまで九州の方までずっと旅をしています。でその旅の中で読まれた詩が本朝無題詩の中に、何首、まあ、十何首か入っているんですね。でそのうちの一首、まあ、これは摂州宇原、今の大阪府なのでそんなに京都から遠くはないところですけれども、三魂の海藩客中の京友と流連すること月夜に及ぶ、無職秋に青岩の陣を込む個性夜に、旅人あるいは 旅人の意を握る、当家子飼いに風を置いてかぐわし使用松陰に雨を学びてまばらない正門数土民何事を買いとなる生涯の産業工業を継ぐという詩です。でこれはまあだからその旅先で読んだ詩で、その旅先今その泊まっている場所というのが、まあ山の麓で海が近いという場所ですね。でそのもうそこになんか1ヶ月以上友達とずっと、滞在しているというふうにまず最初に言っています。で空を見ると、霧がかかっている中をまたその秋ですから秋で狩りが、飛んでくると。それからそのまあ湖と書いて湖が近くにあるのでその湖の、波の音が、今自分たちが泊まっているところに聞こえてくるというこう、まあ、周りの自然の風景を描いています。それからですね5句目6句目の方では、稲の花、この稲の花っていうのはちょっと僕は実感としてそんなにこうはっきり見えるものなんかよくは知らないんですけれども、まあ、それがこう、風に吹かれてその香りが漂って、それから柿の葉っぱがですね、雨に打たれて、まあ、バラバラ、まあ、落ちたりしているというような様子が描かれています。で最後のところですけれども、その土地の人にですね、どういう生活をしているのか、何を仕事にしているのかって尋ねたところ、私は一生その川の魚を釣って暮らしていますというふうに答えたということですね。まあ、最後のところはだから先ほど の長楽寺で読んだ詩とは違って、まあ、自分のことは何も言ってないんで、まあ、まあずっとこの詩は周りの風景を描いているんですけども、ね、そ
そういうあの一般庶民の生活っていうのが、まあ、詩の中で描かれるというのは、あの先ほど見た、まあ、道真の詩の中にありましたが、その道真以降はあんまりないので、まあ、この本庁無題詩の中でこうやってやっぱり地方に出て行った人が読んだ詩っていうことでそれが表現されているんですね。あの、まあ、東家っていうのは八居とか八居の友人の源信とかそういう人の関心にも出てくるので、まあ、そういうのをちゃんと、彼も知っていて、ここで東家って言葉を使ったんだと思います。ただこの最後のところなんかは、まあ、非常にオリジナルな表現だと思います。で次ですね、まあ、次最後の詩ですけれども、源常信、この人はあの歌人としても有名な人で、まあ、この時代に限らないんですけど、平安時代あの漢詩も和歌も両方作るという人はかなりたくさんいました。まあ、そういう中の一人です。で、こちらはあの終日長楽寺に遊ぶという題で、先ほど の、藤原の末綱が春でしたけど、こちらは秋ですね。で読みますと、峰を挟み谷をまたぎて一勝寺あり、周景半島すれば千望遥かな、山を初めて飛び帝都そば立つ、渓乱たちまち起こり芭蕉王さん、石岩松を置いて貝むなしくかしけたり、かしけるという字もちょっと字が出ない。こういう字ですね。大壁小残りて字半ば消えたり、しばらく前奏に入りて人形を立たぬ、帰りて喜ぶ甘板たまたま愛招きしこと、という詩です。で最初の2句はやはりそのこう山があったり谷があったりするような、まあ、そういうお寺に今やってきたと。で、まあ、そこからこう眺めてみるとですね、都がずっとこう、よく見えるというような、そういう、 こう東山の様子が描かれています。で3句目、4句目、ここは、雨と嵐というので、まあ、山の中雨がこう降り始めると虹が出るというですね。それからその、まあ、強い風が谷から吹いてきて芭蕉の葉っぱをこう引きちぎる。この長楽寺は非常に人気のあったお寺らしくて、この本庁無題詩の中に長楽寺で読んだ詩っていうのがたくさん入っているんですけども、この虹とこの芭蕉っていうのがその詩の中に出てくるのはこの常殿の詩だけなんですね。だから同じ場所でみんなで読んでいてもですね、やっぱりそういうその詩人のこう個性というか、その人が何を表現しようかっていうことがやっぱり違ってきていて、むしろまあだから常殿だけがちょっと、オリジナリティ強いというか、他の人はそんなにこう変わった表現はしていないんですけども、この虹とか芭蕉っていうのは他の人の詩には出てこないのに、なんで彼のとこには出てくるんだろうって私は思ったぐらいです。で5句目、6句目ですね、石岩松を置いて害むなしくかしけたり、大壁書残り手地半ば消える、こう石をくり抜いてなんか洞穴みたいにしてある、まあ、そこに仏像を納めたりするわけですけども、そこにこう松が、かかって、その葉っぱがもうちょっと、年を取った松で葉っぱがこうまばらになっているとか、それからその苔むした壁は実はそこにはなんか字が書いてある。これはよくそういう壁とか石とかですね、漢詩を書きつけるっていう習慣が中国にあって、で日本でも本当にそれやってたのかどうかちょっとここは分かりませんけど、まあ、そういうことを描いています。まあ、このだから、3句目、4句目、それから5句目、6句目はやはりその長楽寺っていうその山の中のお寺の、まあ、自然の風景とか、そのお寺らしい、石岩、大壁っていうようなものとかですね、そういうのを表現しています。で最後のところ、まあ、ここ最後やはり先ほどの末綱と同じように、
自分のこう気持ち、心境を述べているんですけども、まあ、しばらく禅僧にいて人形だと、まあ、同じことですね、やはりお寺に来たからには、俗世間、世俗の汚れた心を、まあ、消し去りたいと。で、先ほどはその島が消えないっていうのでまとめたんですけど、ここはですね、帰りて喜ぶ甲板たまたま愛招きしことというふうに言っていて、甲板っていうのはですね、これは遊び友達っていう意味で、これも八教委がよく使う言葉なんですね。こういうところに八教委の影響が出てきています。で、これ帰りて喜ぶっていうふうに言っていて、本来彼自身はそんなにその、非常にこう清らかな気持ちになりたい、その、仏の教えをこう受けて、まあ、お寺に来てっていうふうに、そんなにその、お寺そのものに対するこう信仰っていうのを強く持ってきたっていうわけではない、まあ、ちょっと遊び友達に誘われて、まあ、気晴らしに行こうかなぐらいの感じで来た。だけども来てみたら非常にこういい雰囲気だったので、やっぱりこうせっかく来たんだったらもう人形を断とうっていうふうに、まあ、思い直したというような、そういう心の動きがこの最後の7句目と8句目で表現されていると思います。だからここは少しさっきの末綱とは違うニュアンスとか気持ちが表現されているんじゃないかと思います。というようなことでですね、大体話が終わりまして、その、まあ、苦大師と無大師っていうのは非常に、まあ、今対比的に説明をしたんですけれども、大英という言葉は主に日本文学の中では和歌について使う言葉ですけども、まあ、大を与えられてそれを読む。だからもう大の中に一つの世界ができています。その世界をいかにこううまく表現するか、そのだからいろんな言葉をどうやって巧みに組み合わせて表現するか、そこのテクニックを、まあ、競い合う、そういう詩ですね。で、無題詩の方は、今見ましたようにこう、外界、自分の周りの様子、それから自分の心の中、まあ、こういうものを直接読むということなので、特に決まりはないわけです。まあ、だからその読む対象は異なります。だけれども表現、その詩全体の流れが、まあ、最初に導入部分があって、それをいろいろ展開していって最後にまとめるっていう、まあ、大まかに、まあ、3つの部分に分けられると思いますが、そういうのは苦大師も無大師も、まあ、共通していて、でその細かな、言葉の表現なんかも、まあ、八教委をよく使ったりとかっていうことで、まあ、共通している部分もあるんです。まあ、同じ時代の同じ詩人が作っているので当然なのかもしれませんけれども、そういう形で平安時代の漢詩は非常にこう工夫された表現を用いながら、でもその、詩によっては非常にこう自分の思いを述べていくということで、そういうこうここで培われたさまざまな表現方法というのがやはり
にですね、漢詩から和歌へ、漢詩でそういういろんな表現のテクニックが、まあ、題をどう読むかっていうことが、題の展開の仕方とか、そういうのがあの和歌に影響を与えている。これはまあ平安後半ぐらいになると非常にはっきりと見えてくるんですけれども、ただそれだけじゃなくて逆もあるんですね。あのさっき言ったように常信のように和歌も漢詩も両方作る人たちがたくさんいます。あのもう少し遡ると、あの和漢漏洩集を編纂した藤原の金刀という人がいますが、金刀はあの自分でも漢詩をよく作ります。先ほど の本朝礼草という詩集の中にこの金刀の漢詩が何種か入っています。そういうふうにあの同じ人が漢詩も和歌も作るわけですから、自然とその和歌の表現が漢詩に影響を与えるというようなこともあるんですね。であの実際に、まあ、これはあの最後の参考文献に挙げたあの佐藤光代さんが言っていることですけども、古代詩で出される題っていうのはほとんどが和歌で読まれるようなそういう四季折々の自然のまあ、風景だったり動物だったり植物だったり、そういうものが必ずこう読み込まれています。だからもうすでに題材そのものが非常に和歌と共通しているわけです。そういう形でだから日本の、まあ、和歌の伝統っていうとこの四季と恋とですけども、まあ、恋の方はあまり関しては読まれませんが、その四季のさまざまなものっていうのはもう漢詩も和歌も同じように読んでいるので、同じ題材を読むということで言えばもうすでにその時点であの漢詩と和歌は共通しているわけですね。そういうようにこう平安時代の文学を考えるときにですね、和歌だけとか物語だけじゃなくて、やっぱり それと非常にこう密接な関係のあったこういう漢詩とか、で今日は全く触れませんでしたが漢文ですね、漢文の文章も非常にそういった対句の表現をたくさん使った、まあ、重要なもので、それが、まあ、あの文学にも他 の, 和文の文学にも影響を与えているので、まあ、ぜひともその両方をよく読んでこうどういう関係にあるかということを意識してもらうと、もう少しこう幅広く日本文学というものが理解できるんじゃないかというふうに思います。でそれをあの期待していますので、皆さんまあ、このもしこの授業で興味を持った方はこの参考文献に挙げたようなものを少し自分でも読んでみてもらうと、あの、まあ、もう少しこう日本文学の理解が幅が広く深まっていくというふうに思います。じゃあ今日はこれで授業を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。先生に感謝を申し上げたいと思います。先生ありがとうございます。